ちょっとね、いやいや違うの、今日ちょっと取材でね、本当にアメリカ人の選手と対等にやろうと思ったらね、はい、例えばこのメンバーでいいですからね、1年なら1年アメリカで行って一緒にね、向こうのリーグに入って野球でもやんない限りは、同じ土俵の上に上げてもらえないですよね。昨日もだいぶ打ってらしたし、だいぶ調子良さそうですね。いや、調子はいい悪いよりかね、本当気持ちが楽になってますからね。だから思い切って振れますしね、思い切って振っても腰が痛くないんですよ、中野さん。こんなもんですかね。いいのよ、カウ切れ味もいいしね、また無理がなく、今日も一つ期待してますから。はい、頑張ります。はい、相当この指揮をしながら、このメジャーの連中の皆さんを相当こうハッスルさせてるんじゃないですか。The caliber player here. このジョンソン監督ですね、私が何も言わなくてもみんな全力でプレーしてくれる、みんな長嶋さんのような素晴らしいプレイヤーばかりだからとおっしゃってました。なるほど。2番のリプケン、このリプケン昨日は2本のホームランを打ちましたが、ここでも右中間を痛烈に破るツーベースヒットを放ちます。いや、もうまさにね、それまではライト打ちばっかりだったんですが、開眼したという感じですね。はい、この後ツーアウト3塁となって4番のバーフィールド、ここで全日本に大体エラーが出てしまうんですね。寒さもあったのかもしれませんがね、なんでもないプレーなんですね。ちょっと緊張感が足りませんでしたね。リプケンが悠々ホームイン、これで全米が1点を先行します。そしてその裏の全日本、これが1回の表とは誠に対照的でした。連続ヒットでノーアウト1塁3塁と絶好のチャンスなんですが、ここで1塁ランナーの前にちょっとピッチャーに誘われて飛び出してしまうんですね。そうですね、なんとか足を使いたいという気持ちがね、焦ったんでしょうけども、はい、これよく国内でも見られるプレーなんですよね、ちょっと残念でしたね。はい、しかしまだワンアウト三塁のチャンス、そして4番の落合がライトへ打ち上げます。ライトはバーフィールド、三塁ランナーの高橋がタッチアップ、しかし素晴らしい返球がワンバウンドでキャッチャーで、キャッチャーへ送られてタッチアウトとなるんですが、これはさすがのプレーでしたね。見せてくれましたね。この人はもう守りも本当にいい選手なんですね。ホームランばかりが目立ってますけれども、やはりこの肩ね、それも注目に値します、ね、本当に強かったです。そして2回以降は全米チームがまたまたモーダーを爆発させます。まず2回6番の豪快な当たりは左中間スタンドへのホームラン、デイビスこのシリーズ2本目のアーチです。そして4回にはランナーを1人置いて4番のバーフィールド、全日本2人目の石本からシリーズ4本目のホームランが飛び出します。これまたもうすごいことだったんですか ね、もう本当に呆れてしまいますね。それだけ、はい、まあ、豪快にスイングされてしまいます。ナイスピッチャーも逆にスイングになっちゃうんじゃないかと思うんですね。はい、もう一度ゆっくりとご覧いただきたいと思うんですが、このスイングなんかいかがですか。はい、自然体からね、本当に豪快にバットを振り抜きますね。体の中心線、軸が本当に動かないんですよね。ですからバットとヘッドスピードがものすごく速い、よく走るというんですけどね。アメリカは9番キャッチャーのペーニャが3人目の柴田からレフトポール直撃のソロホームランです。ペーニャもこのシリーズ2本目、これで6対0、早くも全米全日本を大きく突き放しました。一方、先発の点に5回まで無得点に抑えられていた全日本はようやく6回、ノーアウト1塁から8番の中畑、サードの左を破るタイムリーツーベースヒット、これでまず1点を挙げます。ようやくね、相手のポイント3度目ということで慣れてきましたがね、はい、まっすぐ系統引っ張れるようになりましたね。はい、ワンアウト後、1番の石毛、石毛もレフト線へツーベースヒットを放ちます。これで中畑が帰って全日本これで2点目です。この後さらに相手のエラーから1点を拾ってこの回3点、6対3と全日本も追い上げました。しかし全米チームはまたまた8回、全日本4人目の水野を攻めて4連続ヒットで3点、全日本に来ている隙を与えず結局9対4、またもや全米チームが圧勝しました。ちょっとご覧いただきますとね、よくわかるんですが、豪快にヒットだけでね、はい、これ日本全体を奪う右の4連打なんですね。やはりこの辺にも強引さだけでね、やはり技術もある今回の全米という感じですかね。はい、そして試合終了後には引退する山本浩二選手にジョンソン監督から花束の贈呈、そしてナインからは胴上げのプレゼントです。でその山本浩二選手の温度で近藤監督も胴上げされ、日米野球の幕を閉じました。でこのシリーズ最優秀選手には全米チームからペーニャ、全日本からは岡田が選ばれました。また山本浩二選手のユニフォーム姿は来週土曜日行われます東西対抗1試合だけとなりました。